ちは、クラフトバンドチャンネルの夏倉です。今回は前回の動画で紹介した蓋付きかごにつける三つ編み縁の編み方を紹介します。前回の動画では9番目の12本幅外側縁ひも56センチをそのまま裂かずにかごの縁に貼り付ける方法をお伝えしましたが、今回はその部分を三つ編みにしてみたいと思います。はじめに余りひもをひもの先端につけてボンドでつけて固定しておきます。これがストッパーの役割になります。それから紐の先端を縦に溝に沿って5センチくらい切り込みを入れていきます。1本ずつ溝に丁寧に切り込みを入れていきます。すべて裂くことができたら、梱包用の紐としても使われている PP バンドで裂いていきます。 PP バンドがない場合はプラスチックの薄いカードなどでも裂くことができます。紐と PP バンドが垂直になるようにするとささくれのようなものができにくくなります。すべて裂くことができたら4本ずつ3つに分けて編み始めます。霧吹きをして編むと紐が柔らかくなり編みやすいです。紐が重ならないように、絡まってしまった時は一束だけ引き抜いてみるとほどけますので、やってみてください。三つ編み紐1周分編むことができたら、三つ編みを編んだ両端にボンドを塗って固定させます。ちょっとしばらく置いてこの先端が固まるのを待ちます。こちら側も同じようにいらない紐でボンドを塗ってこんな感じで置いておきます。5分10分置いておくと白いボンドが少し透明になってきます。ボンドが固まってきたら先端の部分をカットします。三つ編みの編み終わりのところは V の字になるようにカットしていきます。編み始めの部分にボンドを塗ってカゴに貼り付けていきます。いっぺんに全部塗るというよりかは10センチ20センチボンドを塗って少しずつカゴに貼っていきます。三つ編み縁の最初と最後は3センチくらい重ねて貼り合わせます。最初と最後の部分が二重に重なっています。ちょっと最初の部分がはみ出ていたので端をカットしました。あとは編み終わりの先端の部分の三つ編みが綺麗な V の字の形が整うようにガリッと貼り付けます。後ろの部分は洗濯バサミで留められないのでしっかりとカゴの内側から押さえて、手で押さえて貼り付けました。これで三つ編み縁の蓋付きかごが完成しました。ハサミやボンドを入れてちょうどのサイズ、ぴったりなサイズです。お菓子や小物入れにも最適です。ぜひ皆さんも作ってみてください。概要欄に蓋付きかごのリンクを載せておきたいと思います。また同じぐらいのサイズで持ち手付きのカゴも過去の動画で紹介しておりますので、こちらも概要欄にリンクを貼っておきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。グッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。